誰だろうか。私が呼びかけたら、天上の人のどなたが聞いてくれるのだろう。もしも、天の使いが突如降臨し、私を抱きしめてくれるのなら、私も必ず、その強い存在のもとに行くのだろう。詩は言語を覚えるのに最高の手段だと僕は思う。簡単だろう？含まれた意味を理解する必要はなく、感情を深く考える必要もない。ただ耳を傾けるだけでいい。言語は水の流れのようで、その本質は自然であり、純粋な音律だ。つまり、文明というものは、自然を使って不自然を作り、純粋を使って不純物を発明することなんだ。ご覧、これが人類だ。矛盾がありながら、調和が取れた存在さ。はあ、だからこそ君に教えるんだ。僕はそういう声が嫌いだ。僕が君たちの言語を使わない理由を考えたことあるかい？それは、僕は君たちではない。君たちも人類ではないからだ。やっと今少しばかりの猶予ができた。わずかだが休むことができる。しかし、休息は僕にとって何の意味があるのだろうか。僕は無駄にしたくない。たとえそれが一秒だとしても。生まれてからこの方、これほど充実感に満たされたことがなかったからだ。僕が今感じる幸せは、束縛をすべて捨て、我をも忘れるほどの幸せだ。君も僕も、この宇宙にいるすべての存在は、生まれながらにして使命を与えられている。いや、違うよ。この世に同じ木の葉が二枚として存在しないように、同じ奇跡も存在しない。君には君の使命があって、僕にも僕の使命がある。そして幸せというのは、その使命を理解すること。僕はそれを果たす方法を知っている。僕はもうすぐそれを叶えられるんだ。どうして僕の話を聞くことができるのは君だけなのだろうか。ルケニ、ルケニよ、君は賢い。まだそれほど時が経っていないというのに、君はもう僕の感情を理解し、正しい反応を示すことができている。素晴らしいよ。これ以上独り言を喋っていては、僕も僕のことを異常者だと疑ってしまうほどだからね。しかしそれは、僕が君に話せることが少なくなることを意味する。そう見つめないでおくれ。そうだ。僕は君を警戒している。だけど、さっきの言葉には計算も裏もないんだ。僕を信じておくれ。計画が完成するまで、僕は君たちの忠実なしもべだよ。ご覧、このセントフォンテーヌは、このための犯罪なんだ。ルケニーよ、僕も君と同じ気持ちだ。僕たちは道の完成、扉の完成を期待している。星と海の間の道を切り開き、天上の人をこの世に降臨させる。これは僕の願いだ。僕以外、この世界で誰もそれを実現させることはできない。たとえ、彼でも。
そう。たとえ彼でもできない。僕だけができるんだ。ルケには怒っていた。人類が僕の都市に紛れ込み、ルケニの部下が殺されたと言っている。僕が何も知らないと言ったら、ルケニはさらに激高し、僕を殺すと脅してきた。それはありえないよ。ルケニは天上の人の中でも少し高く飛べるだけの存在だから。それで来るのは君かい？それとも天命の子供たち？君であってほしい。僕は君であってほしいよ。僕がこの手で招待状を送ったのだから、僕の行為を無視しないでおくれよ。君に話したい計画が、すごい計画があるんだ。僕たちが手を組めば、計画は完璧になるだろう。君がこの言葉を聞いているのなら、僕の正体を突き止めるといった無駄な行為はやめた方がいい。君は僕を知らないが、僕は君を知っている。僕は君を尊敬している。すべての人の中で、君だけが僕と同じ志を持っている。崩壊のない世界だ。考えてごらん。君は何のために今まで戦ってきたか。君は、僕を拒めるかい？来るといい、ベルト。僕は天井で君を待っている。あなたは誰ですか？何を見ているんですか？君を見ているんだ。僕を？僕の知り合いですか？いや、僕を知っているのはもう一人の君だ。しかし、それは何年も前のことだよ。
あの時、君も僕もこの姿じゃなかった。今の君は子供の体の中にいて、あの時の僕は別の体に隠れている。僕は彼の目で世界の死を見て、それは君の死でもあった。本当の君は、勇敢で恐れを知らない、無知で危険な存在。この世代の断りの律者よ、分かってほしいんだ。僕は君のことを尊敬している。僕を殺すんですか？僕が欲しいのはエデンの星だけさ。セントフォンテーヌの実験は失敗した。牽引できたのは地下1800メートル以内の分散したエネルギーだけ。足りない。全然足りない。月にある崩壊エネルギーを操るには引力が必要なんだ。本物のエデンの星は破壊された。この世代の岩の律者も消えた。どうすればいい？その時僕はある人物を思い出した。彼は僕の目の前でブラックホールを作り出したんだ。それは君の父親、ヨアヒム・ノキアンビルタネンだ。僕のお父さんはベルト・ヨーです。同じさ、名前なんてどうでもいいんだ。大事なのは彼の力だ。僕は彼を甘く見ていた。君の父親はすごい人だ。僕の罠に気づいただけでなく、僕の捜索をかわし、天命の人間まで連れ込んだ。しかし結局、君たちはここに来た。お父さん。お父さんはどこ？遠くにいるよ。もう二度と会えないんだ、ジョイス。でも君は殺さない。君は返す。それがヨアヒムとの約束だ。君の命とエデンの星を交換するという約束。価値のある約束だ。君たちのうち一人いればそれでいいからね。お父さんを解放して。いや、
君を送り出す前に一目会いたかったんだ。君は僕だ。5万年前、僕はこの物語を作った。5万年が過ぎ、君は同じ失敗を繰り返す。今、僕は僕の物語も、君の物語も終わりにする。君の結末を奪ってしまってすまない。行かないで。